はい、ユーデックスです。さあ、今回ね、何をしていくかと申しますと、以前ね、このチャンネルでアロエのね、種まきをしましたというね、動画を、ね、投稿させていただきました。で、あれからね、まあ、撮影時期からですね、もうおよそ1ヶ月以上が経ちました。で、今現在どうなっているのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、現状、今どうなっているのかっていうお伝えと、まあ、それまでにね、この1ヶ月間、どういう状態で管理をしていたのかっていうね、お知らせを、簡単にお伝えしていきたいと思いますので、今日はね、少し、ショートのムービーとなります。はい、それではスタートです。はい、じゃあね、早速なんですけど、これはね、実は置いてある、まず置き場からなんですけど、置き場としてはですね、お部屋のね、一番端っこに置いております。で、あまりね、日が当たらないけど、まあ、柔らかいね、朝日だけね、窓辺の遠くから当たっているという状況のところに置いております。で、今、この状態見ていただいてわかると思うんですけど、全部でね、80粒およそね、種まきをしました。で、およそね、まあ、見た目ですけど、ね、20粒ぐらいが、発芽今回しました。で、ね、まず一番最初にね、ずっとお水を引いてある状態で、でね、完全に乾く前にお水を、あげてある状態です。で、ただね、まあ、見ていただいた方はわかるかと思うんですけど、ちょっとこの土がね、白っぽくなってしまっているところは、まあ、ちょっとね、カビてしまっているところなのかなと思います。で、現状、やはりね、こう、やはり室内なので、こう、風通しがね、良くないのが原因だったのかなと思いました。まあ、なので、まあね、これから種まきをしたい方は、やはりね、ちょっとね、小型な扇風機とか、やはりちょっと風回しのいいところに置いてあげると、こういう、ね、ところも防げれるのかなと思います。で、ただ、見ていただくとわかるんですけど、アロエがね、発芽しているところっていうのは、現状ね、その、カビているようなところはないです。なので、やはりね、新鮮な、土の環境であることが条件なのと、やはりね、水はね、乾かさずこの1ヶ月与えてたので、まあね、その環境さえ整ってあげる。で、気温、まあ、室内温度に関しては、やはりね、25度で、朝方、夜とかも、完全にね、20度以上はある状況にありました。はい。で、現状ね、今もう、発芽したので、こういう状況なんですけど、今ね、見ていただいたらわかると思うんですけど、これね、サランラップがあると思います。で、これね、耐熱型の、ね、熱を込めるタイプの、ね、サランラップが、ね、薬局とかに置いてあるんですけど、これを、発芽するまではね、上に敷いてやりました。で、まあね、ある程度、耐熱なので熱をね、逃がさないようにっていうのと、ね、そういうちょっとね、少しでも発芽の環境を良くするために、サランラップを置いてありました。で、発芽してからは、このサランラップは避けて、今この環境の中で、完全に風通しのことをね、発芽したので、少しでも風が通るようにと思っています。で、こっから、僕はですね、こっからね、実際に、このね、さっき言ったようなカビとか、こういったところもね、ちょっとね、改善していきたいので、小型のね、サーキュレーターを持っているので、そちらをね、置いて、ね、まあ、1日中24時間というわけにはいかないので、まあね、自分が起きている、人間が起きている間の大体9時間ぐらいは、ね、風通しをこうやってね、回してあげようかなと思っています。はい。まあ、今回ね、こういう状況で、ね、この1ヶ月どうなったのかっていうのをお伝えしましたが、まあ、実際はね、こういった感じで、およそね、第一関節分ぐらい、およそ1センチぐらいに、1、2センチぐらいですかね、ぐらい、発芽しています。で、今ね、ようやくこうやってまた発芽しだした、ね、ものもあるので、まだまだね、まだ1ヶ月経ちましたが、まだね、発芽するかもしれないので、一応ね、全部のこのトレイの中に、ね、お水をちゃんとね、与えているという状況になります。はい、というわけで、今回はね、種まきから、発芽しましたということで、1ヶ月後のね、お知らせ動画となりました。はい、今回ね、このアロエの、発芽といいますか、種まきから発芽も、僕自身が初めてなので、で、実際見てみるとね、動画の中でもね、ご覧になった方は分かると思うんですけど、ね、4品種、ね、種をまいてるんですけど、今のところ見た目が全く同じなんですよね。で、本当にアロエなのかなっていうね、疑問も持ちながらね、これからまたね、まあ、成長って言いますかね、ちょっとこれからのね、楽しみに僕自身もしていきたいと思っています。
まあ、今回ね、この動画に関しては、これからね、アロエの種まき以外、まあ、多肉植物全般含めて、まあね、こういった、種まきして発芽させたいなって方はね、こういったトレイとか、またこう置き場所とか、あとはね、やっぱり風通しですね。この風通しの風回りを良くするためには、やっぱりサーキュレーターとか、人間が例えばよく動くようなリビングの端っこの服とか、まあ、そういったところの方がいいのかなっていうのをね、個人的に感じました。はい。まあいろいろとね、こういった種まき一つ栽培なので、やっぱりね、現状やっぱお金がかかると思います。っていうのは、やはりね、こうサーキュレーター回したりとか、こうお水も水道料金とかかかりますけど、やはりね、植物を育てる上でね、やはりね、こう育てていくために、こうね、そこにかけるお金っていうのはね、やはり必要な部分でありますし、ただ、抑えたい部分ではあるとは思うので、僕自身もね、お水やりに関しても、本当にね、土が乾く直前とか、そういうね、サーキュレーターもこれから回そうと思ってますけど、本当にね、24時間はお金がね、とても1ヶ月かかってしまうので、やはりね、人間が動いている時間と同じように、こう、回してあげるとか、逆に、人間がね、生きている、生活している昼間は回さず、夜、風が動かなくなった時に回すのも一つかもしれないですし、それもね、いろいろの皆さんの中で試行錯誤していただければいいのかなと思います。はい。で、ここからもう一つお伝えしたいのが、前回ね、本当最近ね、このね、調子の悪かった、何か様子がおかしいアロエの、ちょっとね、いろんな実験を行いますということでね、このね、今目の前にあるね、このカスティロリナイなんですけど、まあこれ現状ね、今ね、実は、投稿してからではなくて、撮影してから3日後になるんですけど、これね、水の中にね、ずっとね、ある状態です。で、現状まだ3日なんですけど、このね、動画また皆さん見ていただきたいんですけど、以前はちょっと葉っぱがね、本当に弾力がなかったんですけど、実は3日経ってから、ね、この葉っぱにね、少し弾力が出てきてくれました。はい、なので、このね、株内の水のこの貯蓄とのね、バランスをね、今調整してくれてるのかなと思っています。で、ただ、ちょっと太陽光が足りないのか、ちょっとね、徒長していくような、ちょっとね、縦にこう曲がっていっているような感じがするので、ちょっとね、窓辺に置いて管理をしていこうかなと思っています。はい、で、このアロエに関してもね、また今後また、少しずつですけど、いろいろなね、成長過程が見えるたんびにね、投稿していきたいと思っています。はい。今回はね、この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。